差がないんだけど、しっかり乗ってますね、ドイツも。ちゃんとしてる。昨日なんか、なんだろうね。ちょっと、わからないです。よかったって、よかったね。すごい痛かったんだもんね。どの足が痛かったか。だって、触ろうとすると、ふんってなって、なんかそのままふんってこう、元気がなくなったんですけど。まあじゃあそれはちょっと私も何かはちょっとわかんないけど、あ、夜の呼吸回数はわかりにくいんだけど、でも10秒かかっててやってるんですけど、4、5回、10秒で4、5回ってことは、まあ例えば多い方で5回と数えると10秒で、はい、ってことはかける6だから30秒で、4としても24だから24回ですね。で私は40超えたら多いわけなんで、といってじゃあ35が多くない方は35も多いです。でもそれをちょっと気にしとってもらって、ほんで本当に調子悪い子は寝ます。あの心臓病でね、出てくる症状で咳だけじゃないんですよね。一番命に関わるのは肺水腫、それはね、本当にやばいんですよ。心不全、そうそう、心不全で肺水腫で起きる、いつでも起きる可能性ある。申し訳ないけど、なんで緊張してる。だからそこだけちょっと注意しといてください。だからそうで、そういう時はもうご飯も食べんくなっちゃうしさ、でああいう舌の色も今の色をと比較するとか、一日ちょっと書いたんですけど、悪いことあったんですけど、何がこれ咳咳咳咳でしょ、ね、なし元気は60、60、70、70、まだでも元気は60、70だ。今日一番元気、今一番元気、今は一番今は足が痛かった、足が痛い。あ、これだ。舌の色悪いとか言ったら。40、食べれば食べてるんですね。うん、食べさせてる。うん、食べさせてください。とにかく食べんとダメだからさ。痩せていくと、ね、こないだに心臓もっと悪くなっていっちゃうから。見ました、動画。あ、見てもらいました。喋りは上手じゃないけどね、一応。え、ややデブがいいのとか思って。そう、ややデブがいい。小デブがいいんですか。ややデブがいいんです。いや、心臓病ある子はもうちょっと太らしといた方がいいです。ご飯半分だけどとか。でも減ってないんだもんな。まあ、動きがだから。まあ心臓病食でね、脂肪分が多いんですよ。ナトリウムとタンパク質がちょっと制限されてるの、脂肪分が。だけどタンパク質ってあんまり本当にちょっと制限してほしくないから、そうそう、これに変えちゃうかな。足していいのってね、タンパク質足していいですよ、ほんのちょっとだったら。何も入れない入り卵ってどうですか。ん、入り卵、入り卵、あ、卵、スクランブルエッグの何も入れないやつ。 あ、いいですよ、オッケー。ヒューちゃんが食べてたんですよ、晩年。ささみも、あの味なしでね。ただ、やっても、ね、この子何キロだっけ、5点だから、人の食べる量の10分の1ですね。1本の10分の1ぐらい。それしか食べなくなりそうだから。まあ上に振りかける感じで。そうそう、もちろん それだけやるんじゃなくて、振りかける感じでやってもらうという。はい、じゃあこれ続きのやつね、はい、これ使ってください。はい、じゃあ2週間分出しておきますから、はい、安定してれば2週間後、はい、ただそれでもセクト、要は急に温度差があると血圧が上がって、ええってなりやすい。エアコンは新しいの買いました。すいません、ちょっともうちょっと給付金まで出してみたいな感じ。あ、ちょっともう買いに行きましたよ、エアコン。はい、つけていくのでね、まあ、で、あの例のインターベルは冷蔵庫入れてますよね、はい、その辺に置いておくとも腐っちゃう。歯磨き粉はいいでしょ。歯磨き粉はいいです。あのインターベルだけは絶対冷蔵庫に置いてくださいね。あれも何日持つの。2週間ぐらい。だいたい朝晩4滴4滴でやってもらうと2週間ぐらいでなくなるんですよ。はい。あ、だからもし、今日は出しませんけど、もしインターベルがなくなっちゃったら、それだけ電話して、取りに来てもらえるといいですね。あれも心臓病。ん？あれも心臓
まあ、直接心臓にいいわけじゃなくて巡り巡っての話、要は歯周病をコントロールできると、要は匂いがないような状況に持ってくれれば悪玉菌が減ってるわけだから、それだと今悪玉菌が全身の血流に乗って体の悪いところ、心臓とかに悪玉菌が増えて余計心内膜炎とか悪くしちゃう可能性があって、なるべくそう口が臭くないように持っていきたいんですよね。まあでも8歳でさ、今までデンタルケアしてなかったんでしょ。で、よくできてる方だと思いますよ。だからこの間から始まったわけだ、さ、それが。ましては痛いわけだから、口が減らしてくれる方だと思うんですけどね。ちょっと。